性ありません？テレビ局に相性悪くて。ああ、そこ結構いますよね。ね、この人とこのアナウンサーさん付き合ってたんだ、なるほどみたいな。そっかそっか。こんなプレーを普段してるんでしょうかなんて思ってたら、ゲスなったな急に。プレーは結構芸能人独特な方多かったですね。あ、この人かっこいいけど赤ちゃんプレーするんだとか、ニヤニヤしちゃう。好きと楽しいをシェアするビートのオカルト部です。イエイ。ありがとうございます。ノリノリです。結構むずいですよね、これね。そうなんです。ちゃんとこう気合入れないとね、D にならない。D にならない。芸能界のそういう霊事情っていうの。芸能界の霊事情。霊事情。いや、そうですね。芸能界の霊事情ですよ。ありますよ。ありますか？じゃあ、あるのかな。なんだろうな。あの、前に、霊というよりも霊視の方なんですけど、うん、あの、アナウンサーさん、すごく有名なアナウンサーさんがいて、うん、私のこと占ってください、霊視してくださいって言われたので、霊視のレバーをオンにして見ていたら、あの、付き合ってる彼がいると、うん、でその方も、あ、だから見たことあるぞ。で私だから結構そのワイドショーの記者レベルにいろんな人が今この人と付き合ってんだなって、実際にあの占ってくださいって言われることも多いので、うん、あの知ってるんですけど、うん、その場合も霊視して、あ、この人とこのアナウンサーさん付き合ってたんだ、なるほどみたいな。そっかそっか、わかんねえよ。で、あ、なるほどなんて思ってたら、その後ろに出てる映像が夜の方になって、うん、興味あるじゃないですか。どんなプレーを普段してるんでしょうかなんて思ってたら、ゲスなったな急に。ただのおばさんなんでね。あの、で、そのなんでしょうね、早送りというか、そこの映像を探して見ていたら、ものすごいその彼の方が DV の方で、そのまあプレーというよりももうそれよりもハードな、あの、見えないところをすごくボコボコボコとやる方で、で彼とはどうですかってそのアナウンサーさんに霊視の結果聞かれたんですけど、もう即座に、いや、別れた方がいいっすっていうことはお伝えしましたね。だから今そのアナウンサーさんがその方とまだ付き合ってるのかどうかは最近お会いしてないんでわからないんですけど、そういう見えなくていい事情とかも見えちゃったりはしますね。へー、うん、それ映像として流れ込んでくるんですか？ですね、その見たいなと思っても残ってないと見えないんですよね。だから例えば今期いつですかとか聞かれても、そこに守護霊が言ってくれるとか、そこに対する映像が出るとわかるんですけど、万能ではないので、いつもその映像があるとかその守護霊が教えてくれるっていうわけではないので、うんうん、なんかランダムに分かるっていう感じですね。だからそういうプレーは結構芸能人独特な方多かったですね。あ、この人かっこいいけど赤ちゃんプレーするんだとか、うわ、あ、結構高層ビルでカーテン開けてするんだみたいな。楽しいっすね。ニヤニヤしちゃう。他に何かあられたりしますか？他に何かあります？芸能人。芸能関係は、まあ、テレビ局はね、基本的には多いっていうね、うん、話がありまして、なんかでも話すとちょっと、まあね、一本の話になっちゃうんで結構長くなったりするんですけど、はい、あの、相性ありません？テレビ局にないですか？俺ね、ちょっとこれピン入れてくださいね、うん、相性悪くて。ああ、そこ結構いますよね。ね、まあでも結構使ってもらってるので、ね、そうね、あの、スタッフさんとかは大好きなんですけど、なんかあの空間自体、はい、閉じこもりやすいっていうか、そう、閉じこもりやすい、そのお化けが入ったら出て行きにくい、黒いね、なんかこう覆われてる気がするんですよ、うん、あの辺、あの辺なんかあのブラックホール的なイメージありますよね。はい、だからすごく苦手で、もうね、あの、とりあえずテンションが上がらない、うん、そういうところに行くときは、だからもうちょっとへこみながら行ってるし、テンションも下がってるから、それはね、なんかこう、まあ、その漫才してた時とか、まあ、うまくいくわけもないから、おのずと調子が出ない。テレビ局のせいにしてる。ちょいちょい。っていうのはありましたね。だから局によってはありました。だから人でそれぞれだと思うんですけど、僕フジテレビは良かったんですよ。あ、はい、
私フジテレビはどっちにも属してなかったですね。私は日本テレビが好きでしたね。似てるもんね。そうっすね。なんか楽しいお化けとかが多かったので、うん、楽しい。ね、だからそういうテレビ局の時は入り時間結構早めに入ってますね。うん、それは どうしてですか？楽しいから、なんとなく行ってもいいような気がして、その現場に自分も、うん、そう、局によって電車のね、はい、遅延があったりとか、なんかね、あるんすよ。うわ、なんかが大きいんす。僕現場でもありますよね。現場でもある、うん。その今そのテレビ局っていうところで話いただいたんですけど、はい、逆になんか今まで行った場所で、はい、あ、ここやばいぞみたいな、うん、なんかちょっと立ち入っちゃいけない気がするみたいな場所とかってありました？場所も P ですよね。場所も P ですけど、うん、だからその街全体、うん、僕嫌なところがあって、六本木、中野、池袋、池袋は僕はダメですね。で、私もダメです。で、また見えるっていう芸人の安くんもダメでした。そうですね。これ話し合いましたよね。合いましたね。わ、うん、かるみたいなね。うん、あるあるになって。何、うん、ですかそのあるある。ね、だからそこの町行こうとすると、うん、ナビ狂うよねとかね。そこの住所入れてるんだけど、たどり着くと違う番地だったり、ね、違う地域に行ってたり。地図見ながら行ってんのに、なんか分からんけど逆歩いてたり、何なんでしょうね。だから、うん、自分たちを守ってくれる人が、うん、ここ来んなよって言ってるのか。あ、でも逆もありましたね、うん、なんでしょう、そういうお墓的なところに行ってしまったとか。うん、うわ、まあ、だから例えばですけど、遊園地にナビをセットしたのに、はいはい、たどり着いて目的地ですって言われたら、原っぱでお墓が一個だけあるよね。めちゃくちゃ怖い。めちゃくちゃ怖い。怖っと思いません？遊園地行こうとしてる。怖いですよ、遊園地じゃなかった。本当その遊園地ぐらいのレベルのとこ行こうとしてたんですよ。で、細い道にどんどん入ってって、おかしいねなんて言ってたら、ポツンお墓ドーンみたいな。この前もでもありましたね。なんか東北の神社にもう開運の方のツアーで行こうってなったんですけど、はいはいはい、うん、矢印が見当たらないんですよ。ここの辺りに行くとそこの神社にっていう矢印があるって言ってたのにないんですよ、うんうんうん、でちょっと行くとなんとなく薄れかかった矢印があったので、うん、あ、じゃあこっちかもねなんて言って進んでいって、あ、そうかもしれない、そうかもしれない、そうかもしれないってなったら、もうバックもできないぐらい崖のところに車をたどり着かれてしまって、うん、でそのスタッフさんとかも何度もそこ行ったことあるんですよ、その目的地の方のに。だから別に矢印なんてあろうがなかろうが行けるはずなのに、そのスタッフさんが全員こっちで合ってると思いますって言って、どん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 行って、だからあと気づくのが本当に1メートル2メートル気づかなかったら落ちてたなっていうような崖のところに連れてかれたりとかしましたね。うん、そういう時ってその行くまではその霊の気配みたいなのって感じないんですか？感じないこともありますね。私が霊視のレバーをオフにしてるので、うん、そのたどり着くまではオフにしてるんですけど、その手前で寄った、まあ、何軒か神社とか寄るんですけど、1日のロケでその前に交通安全とか買ってるんですよね。私基本的にお守りとか何かってまあ、お金もかかるし返さなきゃいけないし、うん、粗末にはできないしっていうので、うん、ほぼ買わないんですよ。でもなんかどうしても気になるなとかって買って、あとあと見ると交通安全だったなとか厄除けだったなとかって、うん、その先に起きるのを防いでくれたんではなかろうかなみたいなものを買ってたりはしますね。うん、なんか危機管理能力じゃないですけど、危機管理能力めちゃめちゃありますよ、なんか霊感ってね、そこなんか紐づいてる気がします。なんか胸騒ぎがするだから今電車乗らない方がいいなとかって思うと、大体その電車が、まあ、人身事故であったりとか、っていうのがあったりしますね。じゃなんかそれで九死に一生を得たみたいなこととかもあったんですか？どうなんでしょう、そのお化けがついてて死にかけるはありましたけど、例えばうちにお化けがずっと居座ってて、うん、ものすごいなんか絵に描いたようなお化け、恨めし屋みたいな雰囲気の女の人がいて、そういないんですけどね、なんかね、オーソドックスな白いワンピースで髪が長くてちょっと濡れてる感じみたいな、ザ・お化けみたいな
ザーいるわみたいな。ザーって呼んでんので車乗ったらうわ乗り込むわみたいな。でそしたらあの青信号で行ってるけど、うん、あの赤信号で飛び出してきた車にはねられて車が横転するみたいな。でそこまではだから悪霊の仕業なんでしょうけど、その事故で車もいっぱい横転してるし、もうぺっしゃんこになってるし、乗ってる人はもう即死だろうということで救急車とか消防車とか大量に来るんですけど、私無傷みたいな、すごい、ほんの少しかすり傷みたいな。だからそれは守られたのかみたいな、うん、取り付きたいのか守りたいのかどっちみたいな時はありますね。じゃあその人の存在がもしかしてね、えだから守りも強かったんでしょうし、その恨めし合いも強かったんでしょうし、うん、戦ってたんでしょうね。ありがとうございます。